気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2021年4月にフルモデルチェンジされたホンダベゼルです。ベゼルは世界的ベストセラーのコンパクト SUV で初代の登場から8年を経て2代目へと引き継がれました。新型ではコンパクトなボディサイズはそのままにクーペのようなスタイルを踏襲しつつ 水平基調のデザインを採用し、ハイブリッドモデル主体のパワートレインに最新の安全運転支援システムを装備しています。検証するタイプは EHEV-Z の 4WD。1.5L 直列4気筒 DOHC ガソリンエンジンプラスモーターに電気式無段階変速トランスミッションを組み合わせた4駆モデルです。 車両本体価格は3118,500円。ボディカラーは有料色のメテオロイドグレーメタリック。それでは、ベゼルを見てみましょう。 前後ドアの間にウェザーストリップを装着しているので、静粛性は高そうです。ドア下側のモールとウェザーストリップにより、泥水などを跳ね上げてもサイドシルが汚れにくい構造になっています。 水平基調のインテリアは SUV らしい重厚感があり、シルバーのアクセントが高級感を演出しています。車両左側下部を確認できるサイドアンダーミラーを装備しています。 ルーフが後ろ下がりのボディ形状ですが、後方視界は不満のないレベルにあります。シートベルトのバックルが一般的なものよりも若干重く感じ、とてもスムーズに装着できます。すり下げ式のアクセルペダルを採用し、自然な体勢で踏み込めます。 二眼メーターの左側にマルチインフォメーションディスプレイを配置しています。エンジンフードがうっすらと見え、安心感があります。スマートフォンでドアロックやエアコンのオン・オフなどを操作でき、スマートフォンを車のキーとして利用できます。 それではセレクトレバー周りから見てみましょうリバースレンジに入れるとマルチビューカメラからの映像がスクリーンに映し出されますステアリングを回すと前輪の向きに合わせてガイド線が変形します ボタンを押しながら手前に引くと B レンジに入ります減速セレクターで減速の強さを4段階に変更できますセレクターレバーはステアリング側にありますパーキングブレーキは電気式です 渋滞時などで便利なオートマチックブレーキホールド3つのモードから走行モードを切り替えできます急な下り坂を一定の車速で走行できるヒルディセントコントロール ドアパッドには部分的にソフト素材を使用し、質感を高めています。ドアミラー調整スイッチです。左右どちらかを選択し、ボタンを上下左右に動かせば、ミラー角度を調整できます。ドアミラー格納スイッチです。 ドアのロックとアンロックパワーウィンドウのロックスイッチパワーウィンドウはすべてのドアで自動全開閉ができますスピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです エンジンジフードの解除レバーです。 給油口の解除レバーです。給油口はボディ左側にあります。レギュラー仕様でタンク容量は40リッターです。A ピラーにツイータースピーカーがあります。ダイヤルを真ん中に合わせれば。 通常通りのダクトから風が来ます上に合わせれば体に直接当たらない穏やかな風が来ますメーターフードやインストの一部にソフト素材を使用していますパーキングセンサーシステムスイッチです 安全支援情報スイッチです長押しでパワーテールゲートの開閉 フロントウィンドウの熱線スイッチです。長押しで VSA をオフにできます。ホンダセンシングはフロントガラス上部に装着したフロントワイドビューカメラと前後バンパーに装着したソナーセンサーで 歩行者や障害物などを認識します小物を入れられるポケットと ETC の車載機をビルトインしていますステアリングにあるスイッチを見てみましょうクルーズコントロールのメインスイッチセットと 速度の設定システムの復帰キャンセル車間距離の設定車線維持支援システム ヘアリングヒータースイッチですマルチインフォメーションディスプレイの表示切り替え走行に関するさまざまな情報を表示できますトリップメーターの切り替え 長押しでリセットできます。 オーディオのボリューム調節、選曲、音声認識の起動、自宅へ帰る。目的地を自宅に設定しました。右側のレバーが方向指示とライトスイッチです。 軽く操作すす。ると、回点滅します下に操作して消灯しても自動でオートの位置に戻ります。オートの位置でヘッドライト点灯時にハイビームとロービームを自動切り替えします。上に操作すると手動でヘッドライトを点灯できます。 内側にフォグライト。 左側のレバーがワイパースイッチです。リアワイパーも装着しています。レバー先端のカメラスイッチを押すと、車両の周りを確認できます。テレスコピックチルトステアリング調整レバーです。 レバーを起こすとステアリングを上下前後に調整できますメーターの明るさ調整ですインスト上部にスピーカーがありますオプションの スマートフォン連携機能を備えたナビです。ホーム画面。一つ前に戻る。 オーディオのボリューム調節、選曲、オーディオの電源、アプリへのショートカットを表示するモードチェンジアイコンは、お好みで変更可能です。 ハザードスイッチです空調のオン温度調節シンクを解除するか助手席側を温度調節すれば左右独立して温度調節できます風量調節 出し口の切り替えエアコンフロントデフロスターリアデフロスターとヒーテッドドアミラー内外機の切り替え空調のオート 運転席のシートヒーター、助手席のシートヒーター、USB ジャックが2個と、小物を置けるトレー、その下にアクセサリーソケットと、スマートフォンの ワイヤレス充電器があります。シンプルなカップホルダーが2個コンソールボックスの蓋にはソフト素材を使用していますボックスは少々小さめですゴム製の底は簡単に取り外せるので水洗いできます サンバイザーにはチケットホルダーと、照明付きの鏡があります。車両トラブルなどで オペレーターと通話できるトラブルサポートボタン緊急時にオペレーターと通話できる緊急通報ボタンです 頭上スペースにさほど余裕はありませんが、見晴らしがよく圧迫感は感じません。センタートンネルは低めで、足元の前後スペースはゆったりとしています。前席のシートバックにポケットと スマートフォン用の小さなポケットがあります。後石用 USB ジャックが2個と、小物を入れられるポケットがあります。 アームレストにはカップホルダーが2個ありますコートフックがありますドアパッドはプラスチック製ですが肘の当たる部分にソフト素材を使用しています 窓を約8割開けられますドアハンドル付近にツイータースピーカーがあります手の届きやすい位置にボトルホルダーがありますスピーカーです右側のドアオープニングにバッテリーの冷却風取り入れ口があります そのカバーを取り外すにはまず下側に箇所のフックを外しますそしてタブを持ってガイドから外せば取り外し完了です外したカバーはコンパクトに折りたためます イダウンフックが2個ありますカーゴリッドの下にボックスがあります右側に照明灯荷物を置けるポケットカバーを外すと車載工具とジャッキ タイヤパンク応急修理キットを搭載しています左側には照明とコンビニフックスピーカーがあります 座面を引き上げればリアシートスペースを2室として活用できます左側がパワーテールゲートを閉じるスイッチ右側のスイッチを押せば予約クローズできます アイソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。 A ピラーにツイータースピーカーがあります。助手席側にもそよかぜアウトレットを採用しています。ソフトパッドで質感を高めています。グローブボックスです。 助手席のサンバイザーにもチケットホルダーと照明付きの鏡があります。 スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。今回、ベゼルを見てきましたが、世界で競えるコンパクト SUV といった印象を受けました。進化したハイブリッド技術や安全運転支援システム、コンパクトなボディでありながらワンランク上の快適性を備えたパッケージは、世界的に注目される SUV だと思います。 長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。